八のカーネは、オノレド・バルザックの短編小説。私がレスギュー・ギエール通りの屋根裏部屋に住んで、勉学に励んでいた頃のこと、家政婦に壊れてその妹の婚礼祝いに出席した。バスへの、とある居酒屋で開かれた絵には、三人組の学隊も、揃い貧しい人々が、人世の楽しみに興じていた。と、毛自民からやってきたその学士の一人、クラリネット吹きの老人に、 私の目は釘付きになった。そして、ある種の投資力に恵まれた私は、得意な要望を持つ老人の心の中に入り込んだ。老人の名は、ファチーノカーネ、何しよう傭兵隊長の末裔だという。カーネは、私の関心に、心を動かされたと見え、バスティーユの掘り畑まで、私を連れ出し、自分の過去を語り始めた。ベネティア生まれの不愉な貴族の息子だったカーネは、 20歳の時、裏若き人妻ビアンカと恋を語り合っている場を夫に見つかり、剣で攻撃する彼を逆に締め殺してしまった。ミラノに難を逃れたが賭博で無一文になると記事に舞い戻ってビアンカの元に潜伏した。しかし、ここでもまた彼女に化装するある長官に傍事の場を襲われ、ついに地下牢に投獄された。どのみち斬首系ならばと脱獄を図って、 壁を掘り進むと、運河のはずが、共和国が、密かに財宝を隠している小部屋に出た。そこで老腕を丸め込み、持てる限りの財宝を手に守備よく脱出したものの、洋上から町ちを経て、パリに着き、贅沢三枚に暮らすうち突然失明する。だが、すでにビアンカはなく、盲目につけ込んだある女に丸裸にされ、挙句は、狂人としてセリョイン、ついで盲人院に閉じ込められた。 話し終えた老人は、あの財宝を今こそと、私を誘う。私はためらったが、諦めた素振りの彼が、クラリネットで、物悲しい曲奏するのを聞くうちに、ベネツヤ行きを決意する。けれども、語る持ちだった老人は、しばらく患ずらってから帰らぬ人となった。ありがとうございます。